のねじゃん。なんか、これ、電話番号貼ってある DM に。俺にピンポイント、はい、はい。なんで好きだから。弱すぎ笑った。弱すぎ笑じゃあ強いところ見せてみろよ。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。いや、なんかさ、にゃんたこさんからさっき DM 来てさ、スタさんなんか通話しようとかなんか酔ってる状態で来られてもさ、ちょっと待ってね。絶対酔ってるでしょ。バチバチに酔ってるって。にゃんたこさん配信してんの今。ちょっと様子見に行こう。一回様子見に行っていい？どこで何やってんの今。みんな寝るのねえじゃん。少しだけ通話しましょう。だってみんな寝たんだもん。なんでそのへんこの辺で返してくれるの。なんで俺なんだこれ。これなんで俺なんだ。絶対暇だよね。絶対暇だよねは失礼やぞ。そうだね。なんか、これ、電話番号貼ってあるDMに。ディスコとかじゃない！携帯の電話番号貼ってあるけど。どういう状況？いや、俺、にゃんたこさん好きなんだよね、単純に。俺、前も配信言ってたけどさ、飲み配信、飲み YouTube 見たことある？にゃんたこさんの。どうしたらいい？俺、それを見てますよって配信で言っただけなんだよね。スタさんが通話しましょうって言ってくれた。え、どうしよう。待って。本当にどうしたらいい？ちょっと待って。怖い。普通に怖いぞ。あ、いいや、これ。え、待って、スタさんのディスコ来た。え、いいのかな、これ。え？二人で喋るのも、マジで久しぶりなんやけど、いいのかな、これ。待ってくれ、まあ、久しぶりっていうか。え、待って、ディスコ。ちょっと待って。怖い。緊張してきた。ちょっと一回ちょっと一回話さないといけないな。裏でやってねえよ。いや、これちょっと待って。おい、にゃんたこさん今潰されかけてるんだけど。え、どうしよう。待って、ガチで緊張してきた。どうしたらいい。絶対フルの服で送ってしまった。何よこれ。なんか俺今からなんか暴露されんのかな。こんばんは。もしもし。動画で聞いた声だ。はじめまして。あのさ、にゃんたこさん。にゃんたこさん、まず、僕たち、すいません。失礼に当たるかもしれないんですけど、どっかで話しましたか？はじめましてですよね。なんだろう。どうしたいや、どうしたスタンビ超えてこーめっちゃよって。え、会話って知ってる。どうした落ち着きません。違う、結構前にさ、ツイッターフォローしてくれたの知ってるんですよ。で、はい、それ以外で、なんか、はい、絡みがなかったから、いきなり DM 来て、スタンミー、酒飲もうぜって言われて、びっくりしたの。え、だから、そこだけ確認で、なんか前に話したとかではないよね、俺たち。ないですね。ないよね。久しぶりとかじゃないよね。あ、ないです、本当に。ごめんなさい、本当に。いや、それでも
よかったよかった。俺が勘違いしてんのかと思ったわ。何他の人に送りまくってた感じですか、その DM を。うん、え、俺にピンポイント、はい、はい。なんで好きだから。絶対嘘でしょ、うん、本当に、うん、やばい。照れすぎ照れすぎ。え、どこの一番最初に俺を知ったのはいつですか。え、何で知った、何を見てくれてるの俺の。ロル、あ、ロル、ロル配信。ロル配信から見てくれてるんだ、マジ。はい、で、たまに俺の配信見てる感じ。いや、でも俺としてもめっちゃ嬉しいわ。俺、にゃんたこさんのさ、YouTube のさ、あの、大阪編、あの、女の子とさ、もう夜通し飲む動画って俺大好きで。俺何回も見てるから。ありがとうございます。ちょっと、ガチテレはやめよ。ガチテレは。いや、最初のテンションっていうか、だから俺の知ってるにゃんたこさんじゃないんだけど、はえーっていうのがにゃんたこさんじゃないの。いや。そうっすよね。そうそうよ、そうよ。にゃんたこさんの配信たまに見に行くけど、バロやってますね、バロ。やってないっすね。やってたじゃん。やってじゃん。やってるよ。な、え、気をつけた。やってた。やってた。今度一緒にやりますか、バロ。うん。あ、じゃあ俺ちょっとこれ、はい、俺にゃんたこさんを理解しないといけないな。エッセイ本も書いてたもんね、なんかね。いや、書いてないっす。書いてたよ。いや、もうゲームしかしたことないっすよね、もう人生で。そうなの、うん、え、なんか本売ってたよね。いや、もうゲームしかしたことないっすよね。本当にもう、なんでそこ勝つの。ゲーム以外やったことないっすよね、本当。あ、そう。じゃあ、うん、今度一緒にゲームをしましょう。はい、はい、やりましょう。はい、やりましょうね、にゃんたこさん。はい、はい、今、はい、え、何。今、うん、今やりたい。はい、じゃあ今一戦バラッとしますか。はい。じゃあ今しましょう、はい、今しよう、今しよう。ちょっと8時から予定あるから、もう一戦パッといっちゃおうぜ。じゃあ8時まで、あ、おしゃべりしましょう。あ、8時までバロ、8時までおしゃべりをするんだったら、受け答えをしよう。なんかもうさっきから、おかしいから、会話じゃないんだよね。ずっと。それ8時までするの？はい。これ何配信ですか？これ何、これ俺も、俺も何配信か分かってないよ。違う違う違う。なんか、にゃんたこさんがさ、違う。違うじゃん。いや、俺巻き込まれてるからね、これ。なんかないの？なんか。で、実はドッキリでしたとか。ナイス。もうほんと好きなんで。なるほど、なるほど。ほんとに好きなんで。よっしゃ、嬉しい。それは嬉しいわ。じゃあもう、俺は純粋な気持ちでゲームできるんで。一緒に楽しみましょう。やろう。女心が分からねえ。女心むずいぞってなるかね。わかりました。にゃんとかさん守るとき俺と絶対一緒の方守りましょうね。はい。反応やめてくれ。反応やめろ。ちょっと一旦落ち着きますわ。いや、分かった分かった。どうすか。ちょっと待って、にゃんたこさん配信切ってるって。どういうこと。別に、じゃあスタッフさんが来たからなんかやろうとか思ってないっすけど。思ってないんだな。別に思ってない。なんか自意識過剰だな。すいません、ごめん。なんか自意識過剰だな、なんかさ。ID 貼ってもらえますか、 ID。 なんか困っちゃったな。ちょっと一回
ちゃんとやりません、ほんと。おい、そうそうそう、一回パラランドちゃんとやりたいから。自分がちょっと強いからって、なんかやめてもらっていいですか。違う、そんな話してない。そんな話はしてなくて、いいんですけどね、別に。こうかな、はい、こうかな、何がこうかなって違う、バラランド、おお、それで俺の配信のコメントや。違うコメントや。この、そうそう、あのディスコードを聞いたのがあなただから、ディスコードに貼れるよ。今俺たちディスコードで通話してるから、やっぱり。あの、絶対電話番号貼らないでね。さっきはツイッターの DM に電話番号貼ってたからね、あなた。ダメだよ。コメントでペッて貼るなよ。これ私コメントかな、これ。ん？これ私の LINE ID です。え、ちょっと待って。コメントに。フレンドになるの？フレンドに。俺の貼るからさ、それを送ってくれる？できる？うん。え、LINE？ LINE じゃない。めちゃめちゃ LINE したがるやん。LINE ではない。待ってね。うん。ゆっくりでいいや。うん、ありがとう。ちょっとひらがなにするわ。ひらがなにしちゃったら俺は見つからないから。まんまできるかな、まんま打てるかな。あ、さ、本当に、本当に、あのさ、それさ、ずっとキーボードの音鳴ってるけど何打ち込んでんの。絶対できてないじゃん。これ何してんの。できてる。短いっつってんだな。パスワードは何。パスワードはまず、ログインができてないの、まず。キーボード。待って、私のさ、アイデア教えていいじゃん。あ、それしよう、そうしよう。え、いいかな。うん。ディスコードでいいや、ディスコードで。ディスコード、そう。うん、分かった。ちょっと待ってね。これが ID だよね。で、そのパスワードが。違う、やっとこさん違うよ。それは、ログインするときのやつ。それは、じゃなくてフレンドコードがあるからさ、このゲーム。わからんかな。もう。でもね、ゆっくりでいいんだって、そこは。別に、あの、イライラしたりしないから、俺、そう、ゆっくりやってこ。パスワード忘れちゃった？うん、パスワードある。パスワードあるよね？じゃあ、ちょっと待って。ダメだよ。言っちゃダメなんだよ。パスワードは。パスワードって言っちゃダメ。ミス。間違っちゃったことあるよね。間違っちゃうこともあるよね。まずそこ頑張ろう。パスワードなんだっけ、パスワード。違う、俺知らんから、パスワードは。それいや、で、本当に分かんない。本当になんか1個。ん？パスワードもじゃあ忘れちゃったの？うん。あ、じゃあパスワード忘れちゃったんだ。考えてる。うん、じゃあ考えてる。ある。うん、考えのあるところあるんよ。そういうのはやっぱりさ、片っ端から試していこう。なんでしょう、だから。ID がね、ID。え、うるさい。あ、待って、いけた。いった。ID だよね。パスワード。サインアウトできてるよね。うん。で、サインアウトして、で、もう一回ログアウト、バロラント起動してみたら、ログイン画面出てくるのよ。うん。もう4人やっちゃった？もう、めんどくさくなっちゃう。いや、でもね、これやんないと、あなたのアカウントバイバイしちゃって。やった。でもやったじゃん。やってるよな。仲良くなったじゃん。仲良くなった。二人ともどんどん距離縮まってます。でもパスワードを変えないと。今朝、違うよ。今朝、横にいる。横にいるとしたら、それは違う男で。俺じゃないっす。間違えて知らない人のところに入ってた。オッケー、これできたじゃん。うん。で、一応、やっぱりパスワードは変えときたい。ガチナッツ。でも無理かも。できないかも。
今後さ、やっぱ仲良くなってさ、またバロラントしようってなった、うん、なってさ、うん、で、パスワードがもう人に盗まれちゃってるかもしれない。じゃあ、二人だけのパスワード決めよ。二人だけのパスワード決めよ。なんで笑うの？なんで笑うの？ごめん、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 ごめん。それもごめん。なんで？本気で言ったんだよね。本気で言ったんだよね。今。は？今、俺、プロポーズされてるって話？いや。あ、それは違うんだ。え？ない？ごめんごめん。待って。何？ごめんね。何？ごめん。一回じゃあ一斉行ってみる。なんか。うんうん。行こう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 。スパイクラッシュは短いやつ？うん。コンペは長えもん。スパイクラッシュ一回行くよ。え、でも一緒にやるの嫌ってこと？いや、そういうことじゃなくて。違う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 。いやでも一応予定があって8時に。何あるん？今日他の女と遊ぶ、ちょっと。だもん。まあでも分からんしな。え、にゃんたこさん、嘘嘘。ジム行くだけ。ジム行くだけ。あ、全然大丈夫です。一斉行くのはいや。もう、もうさっきの熱全部なくなった？マジで。はい、切り替え、はい、いや、酔っ払った酔っ払ったりしてる、酔っ払ったりしてるよ。もうなんかさ、うん、あの言葉が出てこない。そうかもね。あ、来てるよ来てるよ来てるよ、来るぞ、やるぞ。怖い怖い怖い。見て、死んだ。マジで敵がね、死んだのは敵だね。オッケー、任せろ。オッケー、ナイス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 。ナイス。あ、ちゃん、ちゃん、ちゃん。好き、好き。めっちゃ強い。強い、強い。お、強い。レイナー、男気設置しててくさ。オッケー。これ、どっから来るんだろう。入って出ていってよ。あ、こっち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 。倒して。任せて、任せて。見てて、見てて、見てて。いや、無理かも。死んじゃった。あ、ほんとだ。弱い席はあった。じゃあ強いところ見せてみろよ。でも俺今日はもうこれでもうラストだな。ちょっとごめん。いやごめん。ちょっと今日は今日はこれでラスト。いやかも。めっちゃ楽しかったね。うん、また遊ぼう。切り替えどうした？あれ、なんか遊ぼうね。俺がなんかしつこいみたいになってるやん。ちょっと待って、ちょっと待って。俺がしつこい人みたいやん。それ違うでしょ。逆じゃね。じゃあまた、あ、本当に。え、じゃあ明日遊ぼう。明日？じゃあ明日なんかやるってことで。また、明日、はい。はい、じゃあまた明日なんかしましょう。バイバイ。はい、さよなら。バイバイ、さよなら、バイバイ。バイバイ、バイバイ、お疲れ様でした。バイバイ、さよなら。さよなら。さよなら、バイバイ。バイバイ、にゃんたこさん、バイバイ。はい、キリアン、バイバイねー。なんかうざいな、なんか。なんかうざいな、バイバイ。バイバイバイ。切りますよ。はい、切りました。事故りそう、なんか女の子の写しちゃあかんところ写そうだった今。なんか明日することになったけど、まあ五分五分だと思っといて。酔った流れかもしれないけど。十中八九勢いだと思う。多分覚えてない。そうだよ。にゃんたこさんって有名な人よ。君たち知らない？にゃんたこさんって有名な人ね。というわけで、今日の配信は終わり。